おはようございます。ガチンコマッチョクラブのミスター M さん、そして、視聴者の皆様、今回ですね、M さんがミスター M さんがですね、ホームレス時代のことを思い出して話してくださいました。まあ、今では笑い話と言ってますけどもね、当時は本当に大変でしたね。辛かったと思います。まあ、私もねホームレスを2年間したんですよね。それは30代の、半ばから後半にかけてなんですけども、広島の平和公園っていうところにね、主に寝泊まりしておりました。でちょっとこの話をすると、日中は平和公園の敷地の中に、いないようにしていたんですよね。それはホームレスの先輩とかが教えてくれたんですけども、ホームレスが日中平和公園にいると、やっぱりね、観光地ですから見栄えがしなくって、市の職員とかが排除に来る可能性があると。だからお昼はきちんと公園をきれいにして、まあ我々はね、離れていいよねってことで公園の中には入らないようにしたんですよ。で夜になって暗くなったら、まあ、人がいなくなるし、徐々にね集まってきて、まあ、それぞれの特定の場所で寝るみたいなことをやってたんですけどね。まあ、そういうふうにホームレスにはホームレスなりのちょっとね、生き方があるというか、まあ律儀なもんですよね。それでね、近くの近隣のコンビニとかファーストフード店で、余ったものがもらえたりするんですよね。今はどうか分かりませんけども。で店員さんもね、きちんとホームレスの人が来ることを考えてちょっと取っといてくれたんですよね。まあ、そういう意味では地域とのつながりも、まあ、あったかなっていうところですね。でやっぱりお礼に我々もね、やっぱ我々っていうのもあれですけども、ホームレスしてる方としても、まあ、そうやってお恵みくださる店舗の周りをね、きれいに清掃したりとか、まあ本当に人目を忍んでですけどね、そういうのもね、あんまり特定のお店に肩入れしてるのが見られると、そのお店がね、ちょっとやりにくくなってもいけないんで、まあ他にもね、いろいろとねエピソードあるんですけども、今回はこの辺にしておきましょうか。まあミスター M さんの当時の話っていうのもなかなか興味深いなと思いながら聞かせていただきました。それでは失礼します。